3つの、ネットワークアーキテクチャユニバーサル移動対通信システム、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステムは、第3世代移動通信テクノロジーの一つであり、同時に 4G テクノロジーに発展しつつある。3つの最初の公開版は、リリース99アーキテクチャである。3GPP が策定し、ITU の IMT-2000 規格の一部となっている。 3つの最も一般的な形態は基盤となる無線インターフェースに WCDMA を使うものだが他にも TDCDMA や TDSCDMA もある。完全なネットワークシステムとして3つには無線アクセスネットワークと機関回線網も含まれ有意無カードによるユーザー認証も含まれる。ジや CDMA2000 とは異なり3つは新たな基地局と 新たな周波数割り当てを必要とする。しかし、概念的な部分は GSM に基づいているため、GSM、Edge とはよく似ている。さらに、NTS 端末の多くは、GSM もサポートしており、シームレスにデュアルモード運用が可能となっている。したがって NTS は、時に 3GSM として販売され、GSM との親和性を強調することがあった。NTS という名称は、 欧州電気通信標準化機構が決めたもので、ヨーロッパで主に使われている。ヨーロッパ以外では、フォーマあるいは WCDMA などと呼ばれている NB1。マーケティング上は単に 3G あるいは 3G と呼ばれることが多い。3G デノッツは、理論上の最大データ転送レート4 2 m b ット s までをサポートしているが、R99 規格の形態では、 実際の転送レートは3 8 4 k b ット S で HSDPA 規格の携帯では下り7 2 m b ット S となっている。これでも GSM の単一の誤り訂正付き回線、交換データ通信の9 6 k b ット S や HSCSD の9 6 k b ット S 複数チャンネルより高速であり CDMA2000 や無線 LAN などの競合テクノロジーと同様に ワールドワイドウェブや他の携帯用データサービスへのアクセスを提供する。3G 以前には GSM is-95 PDC CDMAPHS といった 2G 携帯電話システムや他の 2G テクノロジーが各国で使われていた。GSM の場合、2G から 2.5G とも呼ばれる GPRS への移行パスが用意されていた。GPRS では データレートが拡大され、回線交換というよりむしろパケット交換に近いものになっている。これが GSM を採用していた各地で展開された EGPRS、または Edge は GPRS をさらに発展させたもので、より新しい不合化方式に基づいている。Edge では実際のパケット転送レートはおおよそ 180kbitS である。 エッジシステムは 2.75G システムとも呼ばれる。2006年以降、3つネットワークを採用した各国は、HSDPA、または3、5G へのアップグレードを行ってきた。現在では、HSDPA の下り転送速度は、最大2 1 m b ット S に達している。上り方向の転送速度を改善する、ハサプも導入された。長期的には3、 GPP ロングタームエボリューションプロジェクト電通を 4G の速度である下り1 0 0 m b i S、上り5 0 m b ット S まで移行させる計画であり、そのために直行周波数分割多重方式に基づく次世代無線インターフェーステクノロジーを使用する。国家規模のンツネットワークは2002年に運用開始された。この時、電話会社は 動画配信やテレビ電話といったアプリケーションを強調していた。3つの高いデータ転送速度は主にインターネットアクセスに利用されている。日本でも他の国々でもテレビ電話の需要はあまりなく、電話会社の提供する音声、動画よりワールドワイドウェブへの高速アクセスの需要が高かった。これは携帯のみでインターネットアクセスするだけでなく、何らかの手段で、 パーソナルコンピュータに接続して使うという形態も含まれる。n t つは3種類の無線インターフェース、GSM のモバイルアプリケーションパートコア、GSM 系の音声コーデックなどをまとめたものである。n t つはいくつかの無線インターフェースを提供しており、それらを NTS テレストリアルラジオアクセスと呼ぶ。すべての無線インターフェースは、ITU の IMT-2000 の一部となっている。現在、 携帯電話で最も多く使われているのは WCDMA である。WCDMA、TDCDMA、TDSCDMA という用語は誤解を生みやすい。これらは CDMA とあることから多元接続の種類と思われがちだが、実際には無線インターフェース規格全体を指す名称である。地上以外の無線アクセスネットワークについては今も研究中である。 WCDMA、編集詳細は、WCDMA を参照建物の屋上に設置された、m ン t トランスミッター WCDMA は、直接シーケンス方式で 5MHz のチャンネルを2つ、使用する。これに対して競合する CDMA2000 は1つ、以上の22個の 1.25MHz チャンネルを上りと、折り双方に使用する。 使用する周波数帯が広い点が欠点とされており、アメリカのように周波数帯の割り当てが混み合っている国では採用が遅れた。月角で元々指定していた周波数帯は上り用に百8 8 5から 2025MHz、下り用に 2112200MHz だった。アメリカでは 1900MHz 帯はすでに使われていたため、 代わり2710、1755MHz と2110、2155MHz を使うことにした。3つ2100ワンツ用に最も広く使われているが、国によっては 850MHz タイヤ 1900MHz タイデンツを運用している。例えば、アメリカでは AT&T モビリティ、ニュージーランドのテレコムニュージーランド、オーストラリアのテルストラなどがそうした。 周波数帯を使っている。WCDMA は IMT-2000 では IMT ダイレクトスプレッドと呼ばれている。裏 TDDHCR、編集 NTDD の無線インターフェースは TDCDMA 方式でチャンネルを使用し、これを裏 TDDHCR と称する。5MHz の周波数帯を10ミズのフレームに分け、1フレームを15タイムスロットに分けて使用する。 タイムスロットは、ある一定の割合で上りと下りに割り振られる。TDCDMA は、複数の送受信機の通信を多重化するのに使われる。WCDMA とは異なり、上りと下りの周波数帯を分ける必要はなく、より狭い帯域で使用できる。TDCDMA は、IMT-2000 では、IMTCDMA、TDD と呼ばれている。TDSCDMA、 編集 TDS-CDMA は TDMA 方式と同期式 CDMA を組み合わせたもので 1.6MHz の周波数帯域を使用する TDCDMA よりさらに狭い帯域で利用可能である。しかし、この規格を中国が開発した背景には中国人以外の特許権保有者へのライセンス料支払いを減らすという目的があった。 他の無線インターフェースとは異なり、TDSCDMA は、NUTS の一部ではなかったが、リリース4で使用に加えられた。TDCDMA と同様、IMT-2000 では、IMTCDMA、TDD と呼ばれている。NUTS には、異なる無線インターフェースや周波数帯を使用した、基地局群で構成される NUTS、テレストリアルラジオアクセスネットワークについても、規定している。 NTS と GSM、Edge はコアネットワークを共有でき、ゲランの代替無線アクセスネットワークとしてユトランが使え、通信可能範囲とサービスのニーズによって、ランカンで透過的に切り替えが可能である。このため、NTS と GSM、Edge の無線アクセスネットワークは集合的にユトラン、ゲランと呼ばれることがある。んつネットワークは S g s m Edge と統合されていることが多く、g s m Edge のネットワークも IMT-2000 の一部とされている。ランの上インターフェースは、第一に RRC、RLC、MAC というプロトコル群からなる。RRC プロトコルは接続確率、測定、無線メアラサービス、セキュリティ、ハンドオーバー決定などを処理する。RLC プロトコルは、 トランスペアレントモード、アニクナリッジモード、アクノーレッジモードの3つのモードに分かれている。大まかに言えば、A、AM は TCP に似ていて、UM は UDP に似ている。TM モードでは、上位層のスイッチにヘッダーを追加せずに、階層に渡す。MAC は、上位層で設定されたパラメータに従い、無線インターフェース上のデータのスケジューリングを処理する。データ転送に関連する。 属性群をラジオベラーと呼ぶ。この属性群は T における最大許容データを決定する。RB には RLC 情報と RB マッピングが含まれる。RB マッピングは RB 論理チャンネル伝送チャンネルのマッピングを決定する。信号メッセージはシグネリングラジオベアラーズ上で送られ、データパケットはデータ RB 上を送られる。RRC となメッセージは SRB 上で送られる。セキュリティとしては、完全性と暗号化の二つの手続きがある。完全性とは、メッセージの資源を検証し、第三者が無線インターフェース上でメッセージを改ざんしていないことを保証することである。暗号化は、無線インターフェース上のデータを第三者が登場するのを防ぐ。SRB には完全性と暗号化の両方が、 適用されるが、データ RB には暗号化のみを施す。モバイルアプリケーションパートとともに、NUTS は GSM、Edge と同じコアネットワーク規格を採用している。そのため、既存の GSM 運用業者の移行が容易になっている。ただし、NUTS への移行にはコストがかかる。コア基盤のほとんどは GSM と共通だが、新規周波数帯のライセンス取得などにコストがかかる。 コアネットワークはインターネットや ISDN などの各種バックボーンネットワークに接続可能である。3つは OSI 参照モデルの解散層を含んでいる。ネットワーク層にはラジオリソースマネージメントプロトコルがあり、携帯電話と固定電話間の通話などを管理している。2004年12月現在、全世界で130以上の運用業者に、 GSM に基づいた WCDMA、無線アクセステクノロジーのライセンスが発行されている。ヨーロッパでは、ライセンス獲得は一種のテクノロジーバブルの末端で発生し、特に、イギリスやドイツでは、オリジナルの 2100MHz の周波数帯への入札が殺到して、その価格が高騰した。ドイツでは6個のライセンスに合計で508億ユーロが支払われ、 そのうち2個が購買者によって後で捨てられ無効になった。この高額のライセンス料は言ってみれば今後の携帯電話サービスの収入に前倒しで課せられた税金のようなものである。ヨーロッパのいくつかの通信業者はこの高額のライセンス料によってほとんど破産に近い状態に追い込まれた。それでも一部の通信業者は 過去数年の間にライセンス量のコストを収益で取り戻している。最近ではフィンランドの通信業者が 2G の GSM 基地局と共有する形で 900MHz ノンツを使い始めており、この傾向は今後1から3年のヨーロッパで拡大すると見られている。ヨーロッパに割り当てられた 2100MHz ノンツの周波数帯はすでに北米で使われている。 1900MHz 帯は 2G サービスに使われており、2100MHz 帯は衛星通信に使われている。しかし調整側は 2100MHz 帯の一部を 3G サービスに開放し、1700MHz 帯をアップリンク用に開放した。北米のツ運用業者はヨーロッパ風の2100、1900MHz システムを実装したいと考えており、 そのためには1 9 0 0ヘルツ帯の既存の 2G サービスと周波数帯を共有する必要がある。a t t ワイヤレスは 2G サービス用に割り当てられた1 9 0 0ヘルツ帯を使ったサービスを2004年末に北米で開始することとした。2004年 a t t ワイヤレスはシンギュラーに買収されたが実際に アメリカの主要都市でノンツサービスを開始している。シンギュラーは AT&T モビリティに解消し、さらにいくつかの都市で 850MHz 帯でノンツサービスを開始して、既存の 1900MHz 帯ノンツを保管している。このため、携帯端末としては 850MHz と 1900MHz の両方に対応したものを販売している。T モバイルはアメリカでノンツに二千百 1 7 0 0メガヘルツ帯を使っている。カナダでは、ロジャース、ベル、テラスが8 5 0メガヘルで帯つサービスを提供している。最近では、新たなプロバイダーである、ウィンドモバイルとモーボリシティが2100、1 7 0 0メガヘルツ帯で運用を開始した。また、クエビコート小コミュニケーションズもサービス開始を予定している。2008年、 オーストラリアのテルストラが既存の CDMA ネットワークを国家的規模の 3G ネットワークネクストグに置換し 850MHz 帯で運用している。テルストラは現在はこのネットワークでサービスを提供しているが 3GIS という企業と共同所有する 2100MHz のツネットワークでも運用を行っている。3GIS には ハッチソン 3G オーストラリアも参加しており、このネットワークは主に同社の顧客向けに使われている。オプタスは都市部では 2100MHz 帯、郊外では 900MHz 帯で 3G ネットワークを提供しようとしている。ボーダホンは 900MHz 帯で 3G ネットワークを構築している。インドの BSNL は2009年10月から大都市での 3G サービスを開始し、 徐々に小さな都市に拡大している。8 5 0メガヘルツや9 0 0メガヘルツ帯は1700、1900、2 1 0 0メガヘルツのネットワークよりもカバーできる範囲が広く、基地局と加入者がまばらとなる郊外に適している。南アメリカでは8 5 0メガヘルツのネットワークの展開が進んでいる。3つの携帯端末は高い相互運用性を持っており、 他の3つネットワーク上でのローミングが容易に行えるように設計されている。さらに3つ携帯端末は3つ GSM のデュアルモードであることが多く、3つのサービス地域外であっても、透過的に GSM にハンドオフすることで通話を続行できる場合もある。ただし、ローミング料金は通常の通話料金よりもかなり高額である。3つネットワークを運用する通信業者にとって、 透過的かつ国際的なローミングは重要な問題である。高い相互運用性を可能にするため、6つの携帯端末はいくつかの周波数帯をサポートし、同時に GSM もサポートしていることが多い。国が違えば、6つの周波数帯が異なる。ヨーロッパでは 2100MHz だが、アメリカでは 850MHz と 1900MHz を使っている通信業者が多い。 t モバイルはアメリカで 1700MHz、2100MHz でネットワークを運用している。携帯端末とネットワークが共通の周波数をサポートしていないと通信できない。周波数帯が異なっていたため、初期のアメリカ国内向けの NUTS 携帯は海外では使えず、逆も同様だった。今では全世界で11種類の周波数の組み合わせが n t s で使われている。 つ、携帯電話は GSM の SIM カードに基づくユシムカードを使うが GSM の SIM カードでも動作する。これは認証の世界標準であり、ネットワークは携帯電話内の SIM を識別し、認証することができる。ネットワーク間のローミングでは入れ替えることで通話を可能にし、そのユーザーが利用可能なサービスの範囲と価格を決定する。 ユーザーの加入者情報と認証情報に加えて、SIM は電話帳のためのストレージ領域を提供する。携帯電話上のデータは別のメモリに格納することもできるし、SIM カードに格納することもできる。SIM を別のオンツ、または GSM 方式の携帯電話に移すことができ、そうすることで電話番号などの携帯電話固有の情報がそちらの携帯電話に移されることになる。 日本ではいち早く 3G テクノロジーが採用されたが、それ以前は GSM 方式ではなかったため、携帯電話に GSM との互換機能を組み込む必要がなく、他国に比べると当初から小型軽量の 3G 携帯電話を実現していた。2002年に NTT ドコモが始めたフォーマは世界初のンツ仕用に準拠した 3G ネットワークだった。当初、細部で 月つ企画と非互換な部分もあったが、ユシムカードを使っており、ユシムカードによるローミングが可能だった。NTT ドコモもソフトバンクモバイルも今では、月つ企画によるネットワークを運営している。Nokia 6280ワンツ携帯電話の一つ、大手 2G 携帯電話メーカーはすべて、今では 3G 携帯電話も製造している。初期の 3G 携帯電話やモデムはその国で、 使われている周波数帯だけに対応しており、ローミングで海外で使おうと思っても、同じ周波数帯で運用している国でしか使えなかった。カナダとアメリカは周波数帯を共有しており、ヨーロッパ各国間でも同様である。3つネットワークのうち、WCDMA の周波数帯については、WCDMA の記事に概要がある。携帯型無線 LAN ルーターや、 PCMCIA や USB カード型のモデムを使うと任意のコンピュータで 3G ブロードバンドサービスにアクセスできる。モデムの場合必要なソフトウェアも自動的にインストールするものもあり特に知識がなくてもオンライン状態にできる。Bluetooth 2.0対応の 3G 携帯電話を使えば複数台のコンピュータをインターネットに接続できる。一部のスマートフォンは 無線 LAN のアクセスポイントとしても機能する。3G の全周波数帯に対応した携帯電話やモデムはほとんどない。しかし、複数の周波数帯に対応した携帯電話は多く、ローミングにそのまま対応できる。例えば、850、900、1900、2100MHz の4バンド対応のチップセットが Apple の iPhone に使われており、 んつかい DD の使われているほとんどの国で利用可能となっている。んつの主な競合規格は CDMA2000 であり 3GPP2 が開発した。んつとは異なり CDMA2000 は既存の 2G 規格セディマーンを進化させたもので同じ周波数割り当て内に共存できる。また CDMA2000 は必要とする周波数帯域が狭く 既存の周波数帯に配置するのが容易である。すべてではないが一部の GSM 運用業者は、n、TS、か GSM のどちらか一方を実装するのに、精一杯な周波数帯しか割り当てられていない。例えば、アメリカでは D、E、F という周波数ブロックは、それぞれ5ヘルツの周波数帯しか割り当てられていない。標準的なシステムはその周波数帯を使い切ってしまう。 CDMA2000 は、NTS と地域的に共存することが多い。しかし同じ周波数スライスを別方式に同時にライセンスすることは法律上の問題もあり、共存問題はここではあまり関係ない。NTS のもう一つの競合規格は 2G の GSM システムを進化させたエッジであり、既存の GSM の周波数帯を使用する。 通信業者にとっては、三つのネットワークを構築するよりも、既存のネットワークに、エッジ機能を実装する方が、はるかに安価で素早く対応可能である。しかし、三つもエッジも 3GPP が策定したもので、真の競合規格ではない。むしろ三つのネットワークを展開するまでの一時的な対策である。実際、GSM、エッジと三つは、コアネットワークが共通であり、 垂直ハンドオーバーなどのデュアルモード運用が可能である。中国の TDS-CDMA もしばしば、競合企画とされる。TDS-CDMA は、んつリリース4ウ裏 TDD1.28、MCPS ローチップレートとして追加された。WCDMA と競合する TD、CDMA とは異なり、マクロセル方式にもマイクロセル方式にも適している。 しかし採用ベンダーがいないため、真の競合企画とはなっていない。デクトは、人口が過密な都会では、ムッツなどと、技術的に競合する、可能性を持っている。デクトはコードレス電話の企画であり、家庭内などの狭いネットワークを提供する。競合するすべての企画は ITU が IM、IMT-2000 ファミリーの一部として、承認している。インターネットアクセスという面では、 YMAX と Flash OFDM も競合企画といえる。GPRS ネットワークからは以下のネットワーク要素がそのまま再利用できる。GSM の無線ネットワークのうち以下の要素は再利用できない。これらはそのままネットワーク上に残しておいて 2G と 3G のネットワークを並存させることで 3G への移行をスムーズにいった。 んつで新たに必要となったネットワーク要素は次の通りである。MSC と SGSN の担う機能はんつに移行すると変化する。GSM では MSC がすべての回線交換操作を制御していた。また SGSN はすべてのパケット交換操作とデータ転送を扱っていた。んつではメディアゲートウェイが回線交換でもパケット交換でもすべての データ転送を扱う。MSC と SGSN は MGW に対する制御を受け持つ。このため、これらのノードは MSC サーバー、SGSN サーバーと呼ばれるようになっている。アメリカや日本などの国では ITU 韓国とは異なる周波数割り当てをしており、3つの最も標準的な周波数帯が利用可能でない場合がある。それらの国では、 代替周波数帯が使われているため既存の NONTS-2100 用機器が使えず、機器の設計や製造の変更が要求される。しかし、GSM に比べれば n t s 用の携帯端末は n t s と GSM の両モードに対応しマルチバンド対応であることが多い。ため、問題はそれほど深刻ではない。4バンドの GSM 機器や3バンド n n t s 機器も珍しくない状況になっている。 んっつは多くの国でリリース初期の問題を経験している。まず携帯が重く、しかもバッテリー寿命が短いという問題が生じた。モトローラの A830 という携帯は重量が 200g 以上で重量を軽減するためにカメラを着脱可能にしていた。もう一つの大きな問題はんっつから GSM へのハンドオーバーの際の通話の信頼性だった。 ハンドオーバーが n t s から GSM へという位置方向だったために起きた問題だったが、現在のネットワークではこの問題はすでに解決されている。n t s ネットワークは当初 GSM に比べると多くの基地局を密に配置する必要があった。ビデオオンデマンド機能に対応した本格的な n t s では基地局は 1km から 1.5km 間隔で配置する必要があった。 これは2 1 0 0ヘルツ帯を使う場合であって、8 5 0ヘルツや9 0 0ヘルツといった低い周波数帯を使う場合はその限りではない。このため2006年以降、低周波数帯のネットワークの採用が増えている。低周波数帯であっても、n e は GSM よりも電力を多く消費する。アップルは 初代 iPhone がエッジを採用した理由として、3つ t s の電力消費の多さを挙げた。iPhone3G のリリースにあたっては、3つ t s を使った時の通話時間は、GSM の時の半分になるとしていた。他のメーカーは、3つ t s と GSM のバッテリー寿命について、また違った見解を示している。バッテリー技術とネットワーク技術が進歩するに従って、この問題は解消されつつある。 3つは計画されたリリースに従って進歩している。各リリースで新機能が導入され、既存機能が改良されていく。ありがとうございます。